ックの秘訣。でまず自分が自分の感覚っていうか自分の蹴りやすいところにこの左足の利き足じゃない方の軸足を置いて、体がまず、うん、まずブレてたらダメで、うん、ブレてたらいろんな方向に行っちゃうから、うん、叩きつける。で回転を意識することやな。バックスピンやな。一回蹴ってみて。綺麗に蹴んな。力入れてる？いや、あんまり。力入れてない。飛ばそうと思ったらあんまり飛ばへんから。力入れずに蹴る。オッケー、やってみて。おお、いいキックや。14番の足立圭介です。ポジションは？ディフェンスかミッドフィルダーです。幼稚園からいました。幼稚園から SS をずっと続けてよかったなって思うことは、基礎や技術が、極められたり、いろんな強いチームとなんか試合できたりしてよかったなと思います。進路はどちらの？伊丹FCです。伊丹FCではどんな選手になりたいですか？自分はあんまり、大きくないので、大きい選手とかに、簡単に、ボールを奪われなかったり、自分からチャンスが作れるようになりたいです。身体能力では勝てないから、ポジショニングや、技術で、相手を騙して勝てるようにしたいと思います。さっきも言ったけど身体能力では勝てないから、自分の間合いとか自分の得意な絶対勝てるっていう位置に持っていったり、ポジショニングとか、自分なりに勝てる方法を考えてやれば大きい子とかも倒せると思います。ありがとうございます。素晴らしい。